今出川2今出川2寺町付近から西方向を見るカラスマ今出川交差点より東側を見る今出川5門今出川2は京都市中心市街地北部の主要な東西の通りの一つ沿道には京都大学同志社大学同志社女子大学さらに足を伸ばせば京都府立医科大学かつては立命館大学などもあり古書店や 施設図書館なども見られ、特に東部は学生街の様相を呈している。平安系の範囲からは北に外れているが、後に市街地が北東へ拡大したことにより通りが作られ、中世には北工事と呼ばれていた。現在の京都御苑の北端を通る。今出川の名前は、鴨川分流の今出川が東動員通りから、 東京極大路まで通りに沿って流れていたことに由来する。明治時代末の京都市三大事業により、カラスマ2、仙本通り間において、拡幅、市電敷設が行われ、その後順次延伸された。東は、左京区銀閣寺町の銀閣寺門前から、西は、京福電機鉄道当時院、立命館大学木ヌ笠キャンパス前駅のやや西まで、伸びている。 鴨川から、東は東、今出川2とも呼ばれる。東から、上がる、下がるは交差する通りを北、または南へ入ることを意味し、今出川2には面していない。京都市は日本を代表する国際観光地であり、全国各地から多くの観光客が訪れる。しかしながら、京都市内では交通渋滞の慢性化が社会問題となっており、今出川2も、 例外ではない。この渋滞問題を緩和するために、LRT 構想が立ち上げられ、大環状線、東大路通線などが立案された。その中で、社会実験の実験線として今出川線が選ばれた。その理由としては、次の3点が挙げられる。これらの点を考慮し、2007年1月24日に、今出川2の白梅町で町穴議官での、 交通実態の調査が行われた。しかしながら、この調査の結果、車両福員の狭いまで川つではかえって渋滞が悪化した上、悪影響が出たという実験後の市民アンケートの欠陥が出ている。さらに、周辺住民の反対運動もあることから、実験以降 LRT 導入実現への具体的な動きはない。2010年には、 見通しが立たないことを理由に推進団体が解散の意向を示したとの報道がなされた。社会実験に至る過程、また構想そのものに関する事項は、京都 CLRT 構想を参照。ありがとうございます。